予測、不可思議生命体エミールの住居。警告、物品の窃盗は住人の反感を買う可能性あり。いやー、最近物騒。この前も、でも。いやー、最近この前もうちに泥。でも今回は。泥棒さんは親しき中にも礼儀あり、お仕置きします。残酷な実力社会です。ここは自由に使ってください。すっかり強くなりましたね。もうどういう意味だ。いえ、何でもないです。なんだかあの丸っこいのの様子がおかしいな。ポット、すでに追跡マーカーを使用。現在砂漠方面に向かっていることを確認。準備良すぎるよ。まあいいけど。ここは一体。おい、大丈夫か。ヒューマーだ。なんだこれは。なんなんだ。警告、旧世界の魔法兵器魔素を利用した攻撃はあらゆる防御システムを貫通する可能性あり、推奨回避。簡単に言うなバカ。僕たちは
兵器、魔素の放出量増加。めちゃくちゃだ、こんなの。あれは僕の分身の慣れの果てです。度重なる増殖と長年にわたる戦争で自我が崩壊してしまっているんです。あいつらは僕が傑作をつけないと。子供は黙ってろ。ありがとうございます。間違ってる。どんなに苦しくても、どんなに辛くても、あの人たちは諦めたりしなかった。いつか乗り越えられると信じて戦ってたんだ。そうですよね、カイデさん。無駄だと分かっていてもやらなきゃダメなんだ。だってあの人が守ろうとした世界なんだから。ここは一体。おい、だ日をまだ。なんだ
これは。何なんだ。警告、旧世界の魔法兵器魔素を利用した攻撃はあらゆる防御システムを貫通する可能性ある。推奨回避。簡単に言うなバカ。僕たちは永遠。苦しい、痛い、なんでこんな。僕たちはもう兵器魔素の放出量増加。めちゃくちゃだこんなの。あれは僕の分身の慣れの果てです。度重なる増殖と長年にわたる戦争で自我が崩壊してしまっているんです。あいつらは僕が失策をつけないと。子供は黙ってろ。間違ってる。どんなに苦しくても、どんなに辛くても、あの人たちは諦めたりしなかった。いつか乗り越えられると信じて戦ってたんだ。そうですよね、カイデさん。無駄だと分かっていてもやらなきゃダメなんだ。だってあの人が守ろうとした世界なんだから。大事なことを最後に思い出すなんて。エミール、僕は逃げていたんです。大事な人を失った記憶から。だって辛くて苦しくて、最後の最後でエイトゥーさんには
迷惑をかけちゃいましたね。でももうすぐ会えるから、きっとさっさと修理して元気に。やだな、みんないるじゃ、会えてよく。エミール。